やいどうも、皆さんおはようございますね。まあ、おはようじゃないんですよ。こっちの時間もおはようじゃねえし、こんな動画おはようになあね、おはよう時に見ねえしっていうお話なんですけども、トレクルめちゃくちゃ良くてね、今、めちゃくちゃ当たってね、新フェスゲーム今俺何体持ってんだ。さっきのガチャで新波さん当たってね、新波さんが当たって、ハンコック、新ハンコックが当たって、サンジ当たって、サンジはいないか、普通のサンジじゃなくてフェスゲンサンジ当たってね。まああとなんだ、ではゾロを配布、ゾロ配布のやつでゾロを選びました。まあ、選んだ理由っていうのは、必殺本が30冊くらいあって、スキルレベルマックスすぐできるのと、まあ、超進化が強いことって思ったんだけど、俺肝心なキザルがいねえんだよ。今俺フジトラパでやってるから、スロット調整は全然難なく やれてるんだけど、スロットをね、揃えられないんですよね。今思ったら、あ、やべえって思って、キザルさんがいないんだよ。やっぱキサルさん重要だなって思ってね。キザル強えよな。フジトラなんで船長だけなんだろうな。船員の時もやってほしいよな。ね。クソだわ。まあ、フジトラッパで最近やってるんですけどね。フジトラの悪いところって火ダメなんですよ。ダメージ増えちゃう。お、なんだそれ。ね、すごい意味わかんないのが出ましたけど。で、ダメージ増えちゃうの。まあ、もうやめてねって思うんだけど、まあいいけど、よくないけどね。まあそんな感じですね。まあ、新波さんがね、強いんですけど、スキルレベル全然ね、今20か。ごちそう、記念ごちそう。アップストアじゃなくて、ストアランキング1位ごちそうでスキルレベル1上がって、ってな感じなんで、すごい残ってるわけですよ。ナイファンのスキルもあって、多分16ターンくらいだと思うんだよな。あれ強すぎるもんな。スロット影響と、普通にナミさん技属性の攻撃力3チンで何分もあれだから強いね。あ、これわざとやってますからね。いや、それはそれでダメだ。あ、通常時が16ターンで限界突破で15ターンか。あ、きちいな。知恵と勇気でもやっぱ強いよな。一旦の間、まあ、自由野心博識強靭タイプキャラの属性相性の影響を1.75 スロット影響を倍だって。やばくね。でもなんか属性相性 1.75 なんだね。なんかたまに相性とか影響とかはかなりとか倍なんだよね。属性相性をかなり上げるとかの表記なんだけどね。あれマジうぜえよな。なんでそこで比喩を入れてくんのかなって。比喩じゃないけどな。比喩じゃねえか、全然ごめんなさいね。よだれジュルジュル。ちょっと今のはよくわかんないですけど。でも単一属性 3.75 ってよくよく考えたら恐ろしいぐらい強いけどな。ロッケンローエレキギター無敵のヤングガン。当たったけど。
なんかみんな服装に難ありみたいなね。ナミは風呂に入らせとけっていう思考があるよね、トレジャークルーズ。なんで風呂出たのって。もいや、お風呂もいいですけども、それってあれでしょ、新世界前のあの風呂、新世界じゃない、魚人島を向かう時の風呂のシーンなのかな。ねえ、ナミさんだけそのフェスゲンとかを引き伸ばしてるからそうなるんだよって思ってね。いや、でもガチャゲンも結構強いのいっぱい当たったんで嬉しいですね。まあ一つ言うなら限界突破だよね。限界突破と、最近ね、進化素材の虹ヤドカリがね、全然入らないのと、あと俺一つ言っていいですか。あの、進化の素材のやつの集会で、なんであれ2倍やめたの？うざくね？普通に。2倍は重宝するじゃん、それは。2倍って効率が良くなるのにさ、それをやめやがってさ、何考えてんだ運営って思っちゃってさ。ちょっと俺切れてますね。いや、そんなわかんない。ちょっと用がないですね。まあね。まあトリクルは、そんななんか、今回のめちゃくちゃ強いわけじゃないんだよね。なんか、1ミニ4倍って強いよ。むちゃくちゃ強いと思うけど、でも1ミニ4倍ってよくよく考えたらおかしいぐらい強いけどな。うん。てかそもそもまず最初から1ミニの攻撃力3倍っておかしいけどな。お、白ひげどこ行ったって。ね、もう白ひげより強いんかいお前って。新世界語って。なっちゃいますけどね。いや、白ひげなんて頑張ってあんな体力減らして、ねえ、3倍だよって言ってたのが、レイリーに体力して 3.5 倍だよ。体力、回復力も上がるし、体力が減れば減るほど、持続性スロットも上がるよって言われたらね、あ、ほんだらって、生意気なガキが、みたいな言ってたやつに、通常時攻撃力で負けるっていうね、超進化しても負けてますから、白ひげさんってなっちゃうよね。いや、若白ひげのフェスゲン出してほしいのよ、なんかトレジャーマップとか、なんかよくわかんねえ。なんだ、赤犬対クザン。なんですよ。だって、杯対クザンって言うよ。まあ、それでなんかね、島赤白髭の、なんか安売りしちゃうしね。まあ、そこでね、白い、親父も好きなんだけど、ハンコックがね、ボアハンコック出てほしいのに、女キャラには恵まれないっていうね、悲惨な状況でございますけど。っていうか、あの、20周年一味の必殺本ってどうなんだろうね。でもさすがに俺今回のあれだよ、今回のトレジャーマップは頑張ってみるよ、さすがに。きついけどね、と言いつつ多分やらないですけど、やっぱ俺もね、トレジャーマップね、あの、単純にめんどくさいんだよね。めちゃくちゃデブだな。うん、その、体型の話じゃなくて、やってることがお前デブだなって。デブの権化。デブの具現化。デブの化身。デブそのもの。もはやデブ。一眼デフ。二眼デブ。ソクラテスが一番恐れた豚。いやー、もうひどいよね。なんか自分でも悲しくなって家は来ないけど、全然ね。うん。
ああそうだ、襲来戦ね、クソだったな。フランキー将軍めちゃくちゃ周回したんですよ。なんでかっていうと、うん、いや俺そんなことより俺が今したいのは斬撃タイプで、スロット一致できるやつだよ。ダメよ。俺何してんだよなマジで。結論、スロットを揃えられるやつがいないから、あのゾロ持ってても仕方がない。あでもディアマンテがミグリッツの属性スロットを持続性にするから、何らかの形で、まあ、属性スロットでフィーフィーってやるか、もしくはグラビトを猛攻を使うか。グラビトを猛攻だと隣接スロット持続性にしてくれるんで、うん、どっちだ。だからでも強靭タイプなんだけど一応斬撃タイプで、うん、だからスロット影響をあのミホークでも、ミホーク強いよね、みんなそう思わない？ミホークってさ、トレマップミホーク、あの最初のインパクトでかすぎだよな。なんか今もなんかいろんなキャラ強いのいるけどさ、うん、でもやっぱすげえ強いのってあれだよね、トレジャーマップのエース強くね。いてててて、なんかもうギニルーシーだからな、俺は強いと思いますよ。ギニルーシーは強いよな。うん、もうトレマップエースもね、俺ねトレジャーマップのエースから周回してないんですよ。あの俺今年の1月から周回してなくて、今年の1月は正月スゴフェスでいいのいっぱい当たって、でふわーってやってたらね、ちょっともうトレジャーマップ頑張ってみるよ。俺は頑張るわ。だから生配信して宣言しようかな、トレジャーマップを頑張ると。まあね、ビッグマムは作りたいよ、ぶっちゃけ。チャケブビッグマムは作りたい。今年のトレジャーマップは何かが違う、ん、今回のは何もかも違うみたいなこと言ってたんで。でもなんかね、ビッグマムを見る限りになんかそのルフィの強者ってなんか、まあ強さね、まあ強いよっていうのをアピールするときのビッグマップの、ビッグマップ。なんかすごいな、ビッグマムのことをビッグマックって言ったり、ビッグマップって言ったりね、ビッグカメラとか言い始めるんじゃないかな、本当に。ね。
なんかもうね、ビッグマツコとか言いそうだよね、本当にそのうち。いや、ほんと、なんかもう、ナイツの漫才じゃないんだからって、ナイツさんな。うん、そこしっかりしないと、人間界で生きていけないぞ。わかりました。いやーでも、ね、すごい間違えるんですよ。今日もなんかね、今日昨日合わせて3回くらいね、ビッグマムのことビッグマックって言ってね、まあ、その昨日食ったのが、マックだったり、あとはその、パオパオチャンネルが生配信してた、ビッグマックのやつだったり、ヒカルさんのビッグマックのやつだったりとか、いろいろビッグマックに影響されててね、もうビッグマックによるその洗脳が行われてるんだと思う、俺の頭の中には。ああ、で、夜マックのビッグマック食いました。うん。ボリューミーでしたね。で、俺マジでね、マクドナルドムカつくのはさ、俺マジで夜マックってやめてほしいの。やっぱりその、5時って時間帯は、お母さんがね、お母さんの話じゃないけど、マジで5時って本当やめてほしい。俺、バイマック俺ずっとやってほしいんだよ。夜に来てほしいからってなんか不自由な思いさせようとするんじゃん。それ本当やめてほしいよね。そろそろバイマックを、なんかもうずっと使えるようにしてほしい。朝のバイマックとか、バンズだけ倍にしたりとかさ。俺本当なんかさ、マックって嫌がらせしてくるよなって。トレクル運営みてえじゃんって。いや、トレクル、運営は優しいですけど、なんかあるじゃん、助っ人船長のトレジャーマップ運営、まあ、トレジャーマップのあなたと同じキャラのレベルマックス上げますよって。いや、俺能力解放スキルレベル限界突破までしろよって思いますよね。そんなだ、トレジャーマップキャラ意味ないですからね、はっきり言って。だってぶっちゃけトレジャーマップキャラってもうスゴフェスト2をなす存在じゃないですか。そいつらは、限界突破しないとお釈迦なんですよ。うん。なんかもう、フレンド募集しないといけないのかなって思って、思っちゃうとね、悲しいよね。ぶっちゃけね、それでよかったのって、って俺ジャブラだけだと思う。固定ダメージジャブラだけ役だった。それ以外はもうダメ。うん。ういうあうれりんレンドグリンドういうあでレンドグリンドグリン。いやーでもね、斬撃タイプのスロット調整するやつって他に何人がいいんだろうな。おいうわあうわあレノレノおいうわあのレノレノグリン。いやでもフジトラ強えわ、やっぱスロットを変えてくれるっていうのは。めちゃくちゃ便利ヘンリー王子。あっうおい、というか斬撃タイプのさゾロってなんでミホークと役割かぶってんのにな、思ったけど。うん、そしてキュロスに負けてるもんな。いやでもその敵が即属性だった時は使えばいいって話だけでね。まあ愚痴動画になっちゃったけどね。いやでもトレクルは楽しい。最近ガチャが一気に当たったから好感度上がったっていうね。もうクズですよ。もう本当にね、トレクルやってるみんながその必死に貯めたお金なり、まあ盗んできたお金だったり、なんかハッキングしたお金だったり、まあそうかもしれない、汚いお金かもしれないけど、多分 102% の方は頑張ってね、汗水垂らしたり、血垂らしたり、肝臓打ったりとか臓器打ったりとかしてる中、その人たちのおかげで、エストアランキング1位になって、そのお祝いとして50個とターキーをもらえて、その50個のおかげで僕はフェスゲンを2つ手に入れました。本当に皆さんのおかげです。今回、トレクルユーザー。みんなが課金してくれたおかげで、そのストアランキング1位になってね。それもね、そのおかげで、50個も石もらえちゃって。で、その50個でナミさんと3時が当たるっていう。もう、ほんと感謝しきれねえよー。何も思ってなさそうな顔だな。いや、でもね、マジ感謝。うん。いやでもみんなすごすぎだよ。いやー本当に、だから俺も早くお金をね
稼げるようになって、まあ、稼げるね、技術なり YouTube で稼げるようになって、稼いだお金でね、トリクルに課金したいな。うん、月10万くらい課金して、うん、廃課金したいな。導火線バチバチ、今この瞬間、なりふり構わずにドラマチックだ、ギリギリガガンガン、ギリギリガガンガン、今日は最高、今日は最高、ギリギリガガガン、ギリギリガガガン、今日は最高、今日は最高、今日は最高の気分だということでね、ご清聴ありがとうございました。特にないです。ラララ君がいた夏は遠い夢の中、空に消えてった打ち上げ花、ドゥル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 デイ。君がいた夏は遠い夢の中、あ、空に消えてた打ち上げ花火、おしまい。